お伝えできるポイントがあります。株式の投資信託を買おうとしてるんですけど、一括で購入するか積み立てで購入するか、どっちの方がお得ですか？将来確実に株式市場が上昇していくならば、もちろん一括で購入した方が資産は増加します。ただ上昇するか下落するか誰にも予想できないのが投資です。だからこれ絶対とは言えないんです。でもお伝えできるポイントがあります。それは投資信託の基準価格が下がっているタイミングで購入できるかどうかです。でもそんなタイミングわかんないよって思いますよね。タイミングを気にしなくていいのは積み立てです。なんでタイミングを気にしなくていいのと思ったあなた、詳しくはシミュレーションとメリットメリットを含めて徹底解説をご覧ください。